子供たちがいたずらを覚えて。シド、お待ちしていました。先ほどコールからの知らせも届きました。コールの部隊とベアラーたちと、どちらも無事にノースリーチを立ったと。すべてあなたのご協力があったからこそ。ありがとうございます。無事でよかったよ。今回のベアラーたちはある奴隷商人に密売されるところでした。密売にかかるベアラーは特にひどい扱いを受けます。だから何としても救いたかった。ですがそのためにコールたちを危険な目に遭わせるなんて。私はベアラーたちを見捨ててでも撤退命令を出すべきだったのでしょうか。そんなの石の剣って言えるんですか、ドリス隊長。無事で何よりだ、コール。今回はすまなかった。石の剣はベアラー救助の任務を与えられた部隊です。あそこで撤退する決断なんて俺たちじゃない、刻印を取った時にとっくに決めてます。命を懸けてベアラーを助けるって。お前たちの覚悟だったな、コール。たとえ明日死ぬ運命だとしても任務に準じる。すべては人が人として生きられる場所のために。それが私たち石の剣の使命。私は隊員たちの強さを信じきれていなかったのかもしれません。私たちは、石の剣はもっと強くなってみせます。あなたのように多くの命を守りたい。ああ、期待してる。私は隊員たちの強さを信じきれていなかったのかもしれません。石の剣は。来てくれたんですね。こちらが各地から届いた品です。今お渡ししますね。また来てくださいね。あら、クライブ。ジルの具合はどうだ。よくはないわ。当面の間休ませるべきね。そうか。タルヤ、彼女のことを頼む。ええ、任せておいて。そうそう、ガブがあんたのことを探してたわ。書庫にいるみたいよ。ガブか。そういえばトルガルのことを聞きにハルポクラテスのところへ行くと言ってたな。分かった、行ってみよう。ガブがあんたのことを探してたわ。書庫にいるみたいよ。薬を飲んで少し楽になったの。もうしばらく動けない。ロドリグ、どうしたんだ。何か悩んでいるようだが。ベアラーの刻印を取り除く施術の日が近いんだ。その用意をしなきゃいけないと思うとね、クライブ、僕は怖いんだよ。あの施術は常に死と隣り合わせ。君たちのようにうまくいった傍らで死んだ奴らも大勢いる。それでもまだあれを続けるのかい。俺や石の剣の連中が活動できているのはお前たちが施術してくれたおかげだ。刻印を刻まれたベアラーが外を自由に歩くにはこの世界はまだまだ障害が多い。だから
俺たちが道を作らなきゃならない。あれは俺たちにとって必要なことなんだ。みんな覚悟はしている。覚悟か。そうだよね。分かってはいるんだけど、悩んでいても仕方ないね。とにかく頑張らないと。ああ、頼む。そういえば悩みすぎててすっかり忘れてたよ。実は施術用の鎮痛薬が残りわずかなんだ。君にお願いするのはちょっと申し訳ないけど、材料のエルモネア草を調達してきてもらえないかな。もちろんだ。手を貸そう。ありがとう。助かるよ。エルモネア草を採取できるのはロザリアのアンバー周辺さ。青々とした色が特徴的で、川の近くに自生してるはずだ。あの辺りでは魔物が増えてるって噂を耳にした。どうか気をつけて。エルモネア草を採取できるのはロザリアのアンバー周辺さ。青々とした色が特徴的で、川の近くに自生してるはずだ。エルモネア草は川の近くに。この辺りを探すか。これがエルモネア草に違いない。多めに取っておくか。よし、これだけあれば足りそうだ。ロドリグに渡すとしよう。子供たちがいたずらを覚えて。結局ミドの手伝いをさせられちまったよ。倉庫の掃除にも。クライブ、エルモネア草は見つかったかい？これで足りるか。ああ、十分だ。これで鎮痛薬を作れるよ。頼むぞ、ロドリグ。分かってる、分かってるけど、ごめん、クライブ。やっぱり僕は怖い。ベアラーの刻印には飛竜草の毒が使われてる。猛毒を皮と肉の間に入れて固めることで模様を描くんだ。だから無理に取ろうとすると血と毒が混ざり合って、たちまち全身が毒に侵されてしまう。仮に施術がうまくいったとしても、今度は何日も激しい痛みに苛まれる。人を助けるべき僕たちが人を傷つけ殺めているんだ。それが怖くてたまらない。確かにあの施術による体への負担は大きい。それに施術が成功してもそれで終わるわけじゃない。刻印を取った者は今度は石の剣の一員として、外での危険な任務という新たな使命を背負うことになる。それでも志願する者は少なくないだろう。なぜだかわかるか？それが
覚悟だから。ああ、みんな死を覚悟の上で戦ってるんだ。人が人として生きられる場所を作るために。お前たちに責任を負わせてしまっているのは理解している。だがどうか連中の覚悟に応えてやってくれ。タルヤと同じことを言うんだね。どんな病でもそれに向き合う仲間たちに応えるんだって。そのために施術に臨むのが医師の務めだって彼女も言ってた。クライブ、僕も頑張って応えてみるよ。いつかシドやタルヤのような覚悟を持てるように。ジルってば青い顔をしてたわ。大変な目に遭った。靴へ行く。おう、クライブ、トルガルのことで聞きたいことがあったんだ。こいつはどうやってお前のところに？俺が子供の頃、父上が北部遠征に出向いてな。その時生まれたばかりのトルガルを拾ってきた。付近に群れはいなかったと言っていたから、親とははぐれてしまったんだろう。だとよ。どう思う、語り部？間違いない。トルガルはバリスゼアの北部に生息する兵糧という希少種だ。古文献によれば、兵糧は氷の女王に付き添う獣であり、高い身体能力を持ち、魔法すら操るとされている。フェンリルという呼び名もあるようだな。兵糧フェンリルか。確信はないが、氷の女王とは召喚獣シバを指していると思われる。シバのドミナントは北部人にしか生まれん。兵糧が住むのも同じ北部。何らかの関係があってもおかしくはない。ならトルガルの力はジルの影響で？どういうことだ？氷の女王に付き添う。つまり千葉のドミナントであるジルと長らく行動を共にするうちに、兵糧としての力に目覚めた。そして彼女の危機をきっかけに覚醒したとしたら。確かにあの力を使ったのはジルを助けようとした時だったな。今の話なら合点がいく。それはおそらく兵糧本来の力、トルガルが真の能力を得たということだろう。トルガル、すげえじゃねえか。まったく驚きだよ。いずれにしても体の方は心配あるまい。さっきもここに来るなり、わしの木の実をガツガツ食っておったくらいだよ。ここにいたのか、クライブ。マーサの宿からバーナードが来てくれたぞ。いよいよ着工だ。ほら、クライブも立ち会ってくれ。わかった、すぐに行くよ。できたぞ！ミドの工房の完成だ！
よかったな、ミド。クライブやみんなが協力してくれたおかげだよ。ここでは隠れ家の生活に役立つものを作るだけじゃなくて、いろんな研究もするつもり。いい成果が上がればクライブにも教えるから、楽しみに待っててくれよな。ああ、期待しているよ。そろそろフーゴの行方の見当がついただろうか。ビビアンに聞いてみよう。本当に立派な工房ができたわね。ミドの助手としてここで精一杯頑張らせてもらうよ。おお、兄ちゃん、この間はありがとうな。約束通り工房をこしらえたぜ。しかしミド嬢ちゃんの設計は大したもんだ。本職顔負けだよ。手を貸してくれてありがとう。そのうち驚きの成果を見せてあげる。いいな、私もミド先生の助手やりたい。次は何を作るんだろう。早く声かけに行こうよ。ブラックソーンも悪くないけど、男にとって一番大事。ミドの付き合いは終わったか。相手させてすまねえな。ビビアン、進捗はどうだ。芳しくない。フーゴの行方についていくつかの知らせは届いているが、いずれも決定打に欠ける。ロザリス付近での目撃でもあればよいが。そうか、もうしばらくかかりそうだな。お前の考えがまとまるまで待たせてもらおう。ここで待つのか。いけないか。君、世が世なら冷酷無慈悲な暴君になってそうだな。安心しろ、俺が君主になることだけはなかったはずさ。それは頂上だね。クライブ、ちょっと来てくれ。ちっとばかり、厄介な客だ。客だって。世話になったな。旦那ならいつでもどうぞ。バイロンおじさん。おお、クライブ、お前のおじさんがはるばる会いに来てやったぞ。アルメキアから停戦の申し出があった。いかにすべきか。非を認めたというのであればこちらは断る理由はあるまい。ええ、この島もまだまだ物資が足りていない。ダルメキアからは相応の賠償をいただきましょう。さよう、金はいくらあっても困らん。まずは懐で誠意を示してもらおうではないか。無論、かような話ができるのも
ダルメキアを手玉に取ったオリビエ様の功績。まったくですな。そのお若さで風獄プカと会いたいし、それだけでなく、まさかこれを懐柔なさるとは、誠に感服いたします。聡明なるオリビエ様にクリスタルの加護を。大いなるクリスタルの加護を。加護を。さて、残る問題はダルメキアの軍勢をいつ引かせるかということですが。ディオンが全て焼き払えばよいのだ。どのみち条約締結まで奴らが動くことはない。それまで停戦をちらつかせ、金品を持参させておけばよかろう。受け取ればそこで終わり、後の面倒を見る必要もあるまい。ゲーカ、ディオン殿下がご出陣なされば、敵も風獄プカを出してまいりましょう。もしそうなれば、当然のことながら我々も甚大な被害を。風獄プカは出てこんよ。彼は遠方で戦ごと、急ぎ戻ったところで到底間に合わん。バハムートとタイタンの勝負をこの目で見られんのはいささか残念だがね。民はいかがなさるのです、ゲーカ。万一戦火が広がろうものなら、居住区への被害は甚大に。多少の損害など捨ておけ。人が死ぬというなら、また埋めばよい。建屋が燃えるなら、また建てればよい。簡単なことではないか。ディオン。はい、ここに。託せよ。ですか。同じことを言わせる気か。直ちに陣へ戻るがよい。承知いたしました、ゲイカ。命とあらば直ちに。父上は何をお考えか。して星読みたちは何と。星々の動きに変わりなく、ディオン殿下に裏切りの協調ありと。アナベラが正しいようだ。そうか、ディオンめ。どうしておじさんがここに。とにかく桟橋へ降りよう。
子供たちがいたずらを騒がしいわね。まさかロザリア七家族のバイロン・ロズフィールドをこの目で拝む日が来るとは。久しいな、クライブ。出迎えご苦労。驚きましたよ、おじさん。ウェードからこの場所を聞いてな。用事のついでに立ち寄った。何でも種火の守り手の者が戦火のロザリスでお前を見かけたらしい。だったら詳しい事情を知るのに直接話した方が良いと思ったのだ。確かおじさんはポートイゾルデでロザリス城からの避難民を受け入れていたのですよね。ああ、そうだが。少し伺いたいことがあります。作戦室にいらしていただけますか。よかろう。そうだ、おい君、そこの箱に2000万ギルほど持ってきた。活動資金の足しにしてくれ。2000万。わしが知っているのはそんなとこだ。なるほど、ポートイゾルド沖に船団か。しかしまさか風獄プカとやり合っておったとはな。奴の行方を探るのにわしの見聞が役に立てばよいが。どうだ、ビビアン。ああ、協力者から寄せられたウォールード兵の報告にロズフィールド教の話を合わせれば流れが見えてくる。地図を使って改めて説明しよう。風獄プカはテゼイを引き連れカイロからロザリアへと入った。ならばウォールードの連中はどうだろうか。ウォールード王国があらゆる戦場に顔を出せる最大の要因はその海軍力にある。黒き大型艦船アインヘリアルを旗艦とする艦隊は有名とどろく騎馬兵団と並んでかの国の二枚看板だ。灰の大陸に本拠を置く奴らが他国に入るには必ず海を渡らねばならない。素直に考えればウォールードもまたカイロでロザリスに入ったとすべきだろう。ここで問題だ。負傷したフーゴをかくまい養生させるのに最適な場所はどこか。治癒魔法に用いるエーテルが豊富にあり奴が休める居城もある場所。そう、ドレイクファングに他ならない。ではカイロより現れたウォールード軍が風獄プカを連れ去ったと仮定しよう。ロズフィールド卿の話によればポートイゾルデ沖でフーゴの手勢とおぼしき船団が目撃されていた。だがドレイクファングの麓に入るには大陸南端を迂回する必要があり波は高く時間もかかる。果たして重傷を負ったフーゴに命の危険もある長い船旅を強いるだろうか。そこに来てウォールードの兵装をした者たちが砂漠方面に向かっているとの報告が上がってきた。陸路を選択したとするなら砂漠を横切ることでカイロに比べてかなりの日数を短縮できる。つまり船ではなくそのウォールード兵こそが風獄プカ逃走の本命だ。これが私の考えさ。なるほど、砂漠を渡ったか。確かにポートイゾルデで見た船団には違和感があった。どこか緊張感が薄いというか士気が低いというか。ビビアン城はあれが陽動だというのだな。しかり。ご敬願です、ロズフィールド卿。
クライブ、ベルクロイ砂漠からドレイクファングへ向かえ。かなり時間は経ったが、足取りをつかめるはずだ。なら、わしも途中まで同行しよう。ちょうどダルメキア方面に用事があったところでな。わかりました。俺は支度を兼ねて仲間に行き先を伝えてきます。この辺りで待っていてください。おお殿、早く来てくれよ。用件は何かな。あの娘か。まったく。はあ、不思議なものだな。バイロン・ロズフィールド卿。楽しみにしてるよ。知りたいことは？人物についての講義か？情勢の変化を見ていこう。今回の講義はここまでだ。おっと、フーゴの行方に見当がついた。これからドレイクファングへ向かう。まさか一人で行くってのか。今回の目的はフーゴを撃つことだ。マザークリスタルの破壊じゃない。危なくなればすぐにでも逃げ出すさ。ドレイクファング周辺はフーゴの息がかかってる。もし何かあったら、砂漠の耳、ルジェナ・ダリミルってやつを探してみろ。それは？シドと個人的につながってた協力者だ。ダリミル宿場に住んでること以外は、俺も素性を知らない。あいつが死んで、やりとりも途絶えちまったが、事情を話せば協力を仰げるかもしれん。心に留めておこう。そういや、ロズフィールド卿はどうすれば？艦隊しようにもうちの隠れ家じゃな。ああ、おじさんは俺と一緒にここを立つ。気にしないでいい。だったらいいけどよ。二人とも留守を頼んだぞ。気をつけてな、クライブ。どうしたんだ。どうもこうもロズフィールド卿からいただいた活動資金だよ。ああ、俺たちのために用意してくれたようだ。俺たちのためにって2000万ギルだぞ。何でもクリスタル自治領にある屋敷の一つを売り払ったらしい。あそこもいつ戦場になるかわからないからな。
ザンブレクのアホー貴族に高値で勉強させてやったと得意げだったよ。こんな額の金をポンと。なあクライブ、これって貴族にとっては普通なの？まさか、おじさんくらいだ。お前、すごい人を血縁に持ってるのな。クライブ、この資金の使い道だが、とりあえずロストウィングさんのワインを仕入れていいか？抜け駆けするな、おっと。クライブ、ワインにはうまい魚が必要だ。ザンブレクサーモンの塩漬けも取り寄せないと。使い方は任せる。無駄遣いだけはしてくれるなよ。あんな額の金、俺生まれて初めて見たぜ。お前のおじさん、ぶっ飛んだ御仁だな。もし何かあったら、砂漠の耳、ルジェラ・ダリミルを探せ。シド、いよいよ風雨多そうですね。こちらの支度はできました。おじさん、行きましょう。うん、善は急げだ。出発しよう。この道を通るのも久しぶりだな。しばらく行った先に宿場町がある。まずはそこを目指すとしよう。わかりました、おじさん。あの遺跡の先にダリミル宿場があるんだ。砂漠は迷いやすいからな。あれを目印にするといい。幼いお前を連れてこの道を通ったことがある。確か兄上とドレイクファミリーを視察に行った時だ。父親の仕事、さすがに覚えておらんか。ジョシアが生まれる直前だったからな。お前は弟に会いたいばかりに帰り道は随分気もそろえで、一人急いだ挙句に馬から落っこちよって。泣き叫ぶクライブを見てあたふたする兄上は、そりゃ見物だったよ。
ひどい砂嵐だ。クライブ、これじゃ前が見えん。引き返そう。下がってくる。
ガルーダ！